てありがとうございます。こんばんは。めっちゃ暑い。ありがとうございます。ドラマありがとうございます。え、めっちゃ暑いんだけど、なんか2回来た瞬間にめっちゃ今汗かいてる。こんばんは。そろそろ扇風機出さないといけないかも。こんばんは。家でクーラー使ってないですね。使ってないです。ストーブは片付けてないです。まだ使う。うん、うんうん。今日めっちゃ暑い。うんうん。暑い。こんばんは。歯の痛み治まった。うんうん、昨日より痛いです。今日もちょっと滑舌悪いと思うんですけど、今日はもう全然ご飯食べられなかった。痛くてパンをめちゃめちゃ1ミリ単位でナイフで切って食べたんですけど、食べてる気がしなくて辛かったです。もうね、めちゃめちゃ1ミリ単位で切った。そう、つらいです。バク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 食べたい、食べたいのに食べれない、マジで悲しい。矯正の調整って頻繁に通うんだ。矯正の調整は月1ですね。月1です。そう、調整しに行かないとね、歯も動かないので。そう、お腹空いてない。さっき頑張ってめっちゃゆっくりご飯食べました。めっちゃ
ちゃめちゃゆっくりご飯食べた。麺類とかなら食べやすいんじゃ、いや意外とそのつながっているものがきついですね。どっちかというと長ければ長いほど日の出にはきついかな。そう、ちっちゃいのを少しずつ食べるのが一番いい。そう、こんばんは。またありがとうございます。そうそう。アイスとかじゃお腹の足しになる。まあ確かにね、そういうなんか噛む必要のないものはとっても楽なんですけど、なんかやっぱりご飯食べてないとさ、ご飯が食べたいんですよね。そう、やっぱりご飯系食べたいなってなる、ご飯食べてないと。もうひなきょうさん頑張って頑張って舌で噛んだ赤ちゃんみたい。赤ちゃん歯がないじゃないですか。舌で頑張って噛んで今日食べました。だから今日ほぼ飲んでる。今日はねほぼ飲んでます。痛いだけで染みるとかはないですね。でもまあ口内炎できた場合は別ですけど、矯正に対して染みるとかはないかな。うん、こんばんは。そう、今口内炎もできてるからさ、矯正も痛いし口内炎も痛いしみたいな感じで、本当にできるだけ口を動かさないように喋ってます。うん、ありがとうございます。痛い、口内炎が。歯はまだそのまま食べたりしなければ、まあ、痛いんだけど、まだまだ我慢できるんだけど、口内炎が痛いです、喋ってると。
ありがとうございます。喋るのも、うん、喋るのも辛い。めっちゃ汗かくんだけど、暑すぎる。なんでこんなに暑い。なんかひな今日めっちゃ具合悪そうな顔してる。具合悪そうな顔してる。顔隠れ気味ね、ちょっと顔隠れ気味で、なんか顔の血色が悪い今日めっちゃ。さくらありがとうございます。会議室ありがとうございます。すが言えない、すが滑舌か、滑舌たい焼きありがとうございます。口が痛いってだけで気分も下がってしまう。でも何が一番嫌なのかって、ご飯が食べれないことです。はい、ご飯が食べれないことが何よりもストレス。そう、めっちゃ暑い、やば、暑すぎる。さしすせそ、どう？さしすすせそ、滑舌、立ちつてと。来週のアイナダンスの会楽しみ。あ、ありがとうございます。皆さんぜひ、もう本当に見てほしい。もう私たち3人はこの企画でとんでもなくみんな病みました。はい、とんでもなく病みまくっておかしくなったと言っても過言ではない企画でした。はい、すごく頑張ったのでぜひご覧ください。とんでもなくやめましたね、この半年間。この半年間めちゃめちゃ病んだ。そう、長い企画だったんですよ。
すごい、この愛南が始まって最初の企画だったの。一番最初の企画で一番最後に終わった企画なんですよ。だから本当にあの半年間もあの常に何をしていても頭の隅に愛南ってなってて、いや愛南は好きなんですよ。アイドルってなんだの番組はとてもいいんですけど、この企画が終わってないことにはぁってなずっとなってて、常に何をしていても頭の奥底にはぁダンス部っていうね気持ちがあってめっちゃ病みました。ハイトギフトありがとうございます。とてもつらかったです。うん、滝よりもつらいな。あ、もううちら3人はうちらが一番絶対にきつかったってずっと言ってます。そう、もうこんなにきついことはないよって。そう、そうなんですよ。だからぜひ見て、どのくらい映ってるかわからないんですけど、まあ本当に長い間3人で頑張ったので、ぜひ、もうなんかまあいろいろねあったからね、なんかすごく頑張ったいなと思います。まあその番組内にはね放送されないところもたくさんあると思うんですけど、放送されない部分も頑張ったかなってすごい思います。そう、だるまありがとうございます。そうそう、もうあの曲が頭から離れなくて3人ともちょっとトラウマになってたもん。もうダメだ、この曲が流してもないはずなのに頭でずっと流れてるってみんな言って、もう頭から離れないあの曲が。あの曲がガチで頭から離れなくってこの半年間。そう、今でももう頭にあるもん。ずっとなんかもう終わった、あの企画終わったんだけど、なんか終わった今でもふとあの曲が頭脳内に流れてくる。そう、うんうん、本当に頑張りました。3人でぜひご覧ください。うんうん、コメント欄がバグった。あーなんかな、うんうん、
再生状態が、いや本当にもう頭の中で本当取れなくって辛かった。全員年下っていうのも気使ったりした。いや全然使わなかったです。あのひなの中ではあの先輩っていう感じだったので、あの年下っていうまず感情がなかったですね。物理的にはひなより年下なのかもしれないんだけど、物理っていうか現実的にはひなより年下かもしれないんだけど、ちょっと私の脳内にそれはなかったですね。みんな年上という体で接してました。だからそういう自分より年下っていう気持ちはなかったから、そういう気の使い方はしてないかな。先輩として接しました。出すだけど本当に無事に終わってよかった。もう本当に長かった。もう本当に今までいろんな活動してきた中でもうすごく上位のなんだろうな、ちょっと頭から離れないものです。はい。なんか、はい、なんか精神的な部分でね、精神的な部分ですね、どっちかというと。あの企画だけが時間違う。いや本当そうなのよ、本当にそう。あの企画だけあの違うの、なんか本当に。ぜひご覧ください。頑張りました本当に。ピリッとした空気、そうね。まあでもそういうのには全然ひなは慣れてるんですよ。中学校も高校もそういう部活に入ってたので、全然なんかそれに比べたら全然っていう感じではあるんだけど、その先生の怖さとかそういう部分とかも全然ひなは中学校の先生の方が怖かったし、空気的にも中学校の方がきつい空気だったなっていうのはすごいあるから、なんかそういう部分というよりはなんかなんだろう、すごく病んだ、わかんないけど、なんかわかんないんだけど、全然きつさで言ったら中学校の時の方が全然きつかったんだけど、なんだかわかんないんだけど、なんかすごく病みましたね。はい。こんばんは。そうそう、なんか一瞬で終わればねよかったんだけど、一生長く続いたからそれも病む原因だった。
本当に本当にまあでも本当に本当に頑張りましたので、ぜひ、え、今日何曜日？土曜日か、もうちょいですね、ご覧ください。たい焼きありがとうございますね、もうちょいだね。ひなもちょっと見るの楽しみ。まあひなはもう本番の動画見たんだけどさ、テレビでこうどういう風に放送されるのかなって思って楽しみです。こんばんは。桜のゲストありがとうございます。30分まるまるダンス部に使ってくれるの期待。確かに使ってほしい、本当に。もう本当にさね、ダンス部こう長い間の企画だったけど、なんかちょびっとちょびっとずつだったから、今回はたくさん映ってたらいいな。まあね、詳しいことはまた放送がね終わってから話したいなと思います。うん、放送されないとなんかちょっとネタバレになっちゃうかもしれないから。暑い、本当に今日なんでこんなに暑いんだろう。そうそう、そうね。それでさっきさ、まあ全然話変わるんだけどさ、さっきユニも奇妙な物語見ましたか、みんな。怖いのなかったけど、まあ世にも奇妙な物語って結局いつもなんか、まあ、まあそうですよね、奇妙な物語だから怖いのないとは分かってるんですけど、毎回怖いのあることをちょっと願ってさ見るんだけど、結局今日もなかったです。でもひな、あれ、あのなんか脳内メロディー症候群みたいなお話あったじゃないですか。ひな実は小さい頃はあれだったんですよ。あれだったって、あの、それであのそれぞれの行動をしないと死ぬっていうのは違うんですけど、そこだけは違うんですけど、ひなちっちゃい頃あの頭の中に知らない音楽がたくさん流れて流れたら必ず大泣きをするっていう、なんか謎に呪われてるみたいな時あって、すごい思い出した。そう、でもまあ今日の世にも奇妙な物語の中だとさ、
その音楽通りの、その音楽通りの動きをしないと死んじゃうみたいな。まあでもさすがにそこまでではなかったんですけど、さすがにそれはなかったんだけど、小さい頃すごいあったんだよね。なんか知らない、なんかでも楽しい音楽じゃなくて、毎回ちょっと不協和音系の、すごく不協和音系の音楽が脳内に流れて、もう別に何も悲しいことないのに涙が出て大泣きをするっていうことが小さい頃めちゃめちゃよくあった。しかもすごく爆音なの。そう、すごく爆音で聞こえるんですよ。すごく爆音の不協和音の音楽、それで大泣きするっていう、だからちょっとそれ思い出した。小さい頃よくそういうことあったなって思って、聞こえてくるだけで怖そう。めっちゃ怖かった記憶ある。本当に毎回めちゃめちゃ怖くって大泣きして、そう、今はもうない、今はもうないですね。小さい頃はすごく頻繁にあった。怖かった、めっちゃ呪われてるって思ったもん、自分が。何の楽器の音だった？思い出せない。本当にちっちゃい時だからさ、ちょっとそれは思い出せないんだけど、すごく爆音な不協和音、ただ不協和音の音なんじゃなくてちゃんと音楽なの。そう、ただ音が鳴ってるだけじゃなくてちゃんと音楽なんですよ。そう、自分だけに聞こえる。そう、自分だけにしか聞こえない。だからすごいおばあちゃんに変な音楽が聞こえるって泣きながらなんか言って、 でも多分さ、子供が言ってることだからさ、あ、寝ぼけてるんだなみたいな感じに多分思われてたと思うんだけど、でも寝ぼけてるんじゃなくて本当に聞こえてたの。そう。たい焼きありがとうございます。そう、まあもう今はないからね、全然いいんだけど、悩んでないんだけど、でも小さい頃は本当に怖かった記憶がある。こんばんは。そう、おばあちゃんは霊感あるんだっけ？ないです。おばあちゃんはない、覚醒遺伝です。はい。おばあちゃんのママがある、だからひなのママがある。ひなはおばあちゃんの遺伝で、
ひなわんない。そう。なもでもさ、そんなにめっちゃ憧れるわけじゃないけど、まあちょっと霊感があったらなんかやってみたいこととかあるよね。いやもちろん霊が見える人にはおすすめしないっていう言われるかもしれないけど、ハートありがとうございます。ねえめっちゃ汗かいてんだけど熱っ。そういうのあってもひな全く霊感ない。うん、ない。幻覚はめっちゃある。幻覚はめちゃめちゃありますけど、霊じゃないと信じてる。そう。ありがとうございます。なんかこの間夢よなと、もうこんな時間だ。夢ゆなとゆうと一緒にいた時にひなが寝ちゃったんですよ。寝ちゃってはって起きたら金縛りに遭ってたので、なんかめっちゃゆうとゆめがめっちゃ喋ってて、ですっごい会話の内容聞こえるのに自分の体が動かなくて、あ、なんかこれはチャンスだって思って、どうにかひなが起こして、どうにかひながなんか体触ってもらったりとかしてもらったらなんか動けるのかっていうのを検証したくて、どうにか伝えようとしたのね、夢ゆなとゆうに。どうにか伝えようとめっちゃ頑張って声出したのに、結局声も出なくって諦めたっていう。だからチャンスを無駄にしました。そう、せっかくさ触ってもらうチャンスだったのにさ、で結局もう、あ、もう動かないし声も出ないからって言って、あの溶けるまで待って、で溶けてから「ね、ひな今頑張って声出してたのに聞こえなかったの?」って聞いたら何も聞こえなかったって言われました。そう。結局ね何も検証できなかった。ひなは検証したいんですよ、自分が金縛りに遭ってる時に普通に起きている人から体を触られたりとか名前を呼ばれられたりしたら対応できるかっていう検証をしたいの。でもまだそう、そのチャンスを無駄にしたから結局検証できなかった。そうっていう感じです。ということでランキングを読みたいと思います。13位ティンバレラさん、ありがとうございます。
12位ジャビさんありがとうございます。うんうん。11位ひろゆきさんありがとうございます。10位なかさんありがとうございます。9位ゆうとさんありがとうございます。8位ましおさんありがとうございます。7位うっちーさんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位やっきーさんありがとうございます。4位いくらさんありがとうございます。3位ととちゃんさんありがとうございます。2位あんずさんありがとうございます。1位きゃーさんありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も遅くまでありがとうございました。明日は朝なしでお昼の12時から配信したいと思います。明日もよろしくお願いします。めっちゃ暑い。なんでこんなに暑いん？ビビる。熱っ。扇風機はそろそろ出さなきゃいけないですね。はい、ということで明日は12時からです。よろしくお願いします。今日はスパイファミリーあるので楽しみです。そう毎週の楽しみ。ではでは皆さんおやすみなさいね。みんなも見ましょうスパイファミリー。おやすみなさい。夜遅くまで本当にありがとね。おやすみ。ありがとうございました。おやすみなさい。明日は12時からです。よろしくお願いします。おやすみ。バイバーイ。